ショーカーンは人間界侵略の失敗に苛立ちを感じていた。よって彼はある計画の実行に移った。1万年も昔の話である。ショーカーンはシャンツンの傘下にいる影の僧侶に妻シンデルの魂を外界ではなく人間界によみがえらせるよう命令した。この邪悪な行為によってショーカーンは妻を取り戻すという理由で外界から人間界に入り込み制覇しようと企んでいた。一旦人間界に入り込んだショーカーンは少しずつその世界を外界の一部として変化させていく。ショーカーンは次々と人間界に存在する生命を奪ってゆき、すべての魂は自分のものだと主張する。しかし、そのショーカーンにも奪えない魂が存在していた。それら魂は人間界のために戦う選ばれし武闘家たちのものだった。残っていた人間たちは皆宇宙の果てに逃走した。召喚は外界切っての恐るべき殺戮隊を送り込み彼らを抹消するよう命じた。ジャックスはソニアを救出すべく外界へと乗り込む。そして彼女と宿敵カノーを助ける。カノーはその後報復を恐れて逃走する。外界の恐るべき兵器サイバー殺戮隊、忍者たちの魂を抜き取った殺人マシンであるサブゼロはこれに加わることを拒否し命を狙われる。外界の追手から逃れた劉寛は全く新しい形の少林寺を始めようと決心した。しかし防ぎようのない侵略が彼らを襲った。シャンツン、シャオツンはカーンの第一魔術師。トーナメントで人間海域を勝ち取ることに失敗して以来、魔の皇帝に対する好意を失っている。それでも彼はカーンのために働く。シンデル。シンデルは一時カーンの公妃として外界を統治していたが、不慮の死を遂げてから1万年後の現在、人間界によみがえった。カーンの人間界征服において重要だった。ジャックス。外界の侵略が迫っていることを政府に信じてもらえなかったジャックスは両腕を破壊不能なサイボーグに変え、カーンの手先との来るべき戦いに向け準備した。カノー。ソニアに囚われていたカノーは人間界の侵略を前にカーンに自分の魂を売り渡していた。そしてカーンの兵士たちに人間界の武器の使い方を教えていた。ルーカン。外界の侵略が開始されて後、リュウカンは自分がカーンの殺戮隊の標的になっていることを知る。彼は少林寺拳法の達人でありカーンにとって最大の脅威だ。ソニア。姿を消していたソニアはジャックスによって外界から救出される。そしてアメリカ政府に対して外界からの侵略が迫っていることを警告するが信じてはもらえなかった。
Striker. 外界の門がアメリカの上空に開かれると、カーンは魂を次々と奪った。暴動制圧隊の隊長であったストライカーは、都市で生き残っているのは自分一人であると気づく。Sub-Zero。 サブゼロはリンクウェイ一族から裏切られ殺人マシンを送り込まれる。彼は外界の暗殺者から身を守り、一族の暗殺マシンの攻撃をかわしていかねばならない運命にあった。サイラックス。コードネームサイラックスはサイバネティック忍者のプロトタイプだ。サブゼロを抹殺する指令がプログラムされている。魂を持たないためカーンには発見されない。セクトル。コードネームセクターはサイバネティック忍者のプロトタイプだ。元はリンクウェイで訓練された人間の忍者だったが、魂を捨て一族に対する忠誠心から暗殺マシンとなる。ナイトウォーフ。カーンがアメリカ大陸にその触手を伸ばそうとするとき、ナイトウルフはシャーマンの魔法を駆使して種族の聖地を守ろうとする。この聖地はカーンの重要な拠点となる。シーバ。シーバはシンデルのボディーガードだった。しかしカーンが彼女の一族書簡の宿敵であるモタロを殺戮隊の隊長に任命したことから、彼女はカーンに対して疑惑を持ち始める。クンラウ。白蓮島を改革するというクンラウの計画はカーンのために挫折してしまった。彼は選ばれた戦士として自分の術を駆使してカーンの魔の統治を打ち砕いていかねばならない。カバルはカーンの殺戮隊による攻撃の生き残りだと信じられている。彼には無残な傷跡が残っており、人工呼吸器とカーンに対する怒りだけが彼を支えている。新しい力を与えられたシャオツンは、魔の皇帝が最後には自分を殺す計画があることを知る。これを知ったツンはモタロとカーンを倒す。しかし混乱に紛れツンは全ての魂を支配しようと企てる。シンデルはカーンに立ち向かい、真の夫デロット、そして娘キタナの存在を知る。シンデルはカーンを打ち破り人間界を救う。そして故郷エデニアを解放し、キタナと再会する。ジャックスは人間界で最も強力な戦士となり、カーンの軍と魔の皇帝を打ち砕く。その後ジャックスは科学の力で宇宙を調査する責任者として神秘の領域に向けて旅立つ。カノーはカーンの軍を騙し、盗んだ武器を使ってカーンも含め敵を打ち破った。しかしカノーは魂を自由に操ることも、また人間界も制覇できずに悲惨な最後を遂げたらしい。リュウ・カンはカーンの殺戮隊が自分を狙っていることを知る。しかし送り込まれた殺戮隊はあえなく倒れる。カーンへの怒りがリュウ・カンを勝利へと導く。その行動は王女キタナによって深く感謝される。ソニアは宿敵カノーを打ち破った後、魔の皇帝と対決し打ち破る。その後世界平和を保つためソニアは外界調査局の設立を政府に認めさせた。
ストライカーはライデンから新しいビジョンを与えられ、西へ向かうように言われる。そして自分が生き残った意味を知る。カーンにマークされることもなく、ストライカーは人間界を救出する。そして混乱の時代は終わる。サブゼロはスモークに過去を取り戻させ、共にサイラックスとセクターに立ち向かった。スモークと共に敵を倒すが、カーンに立ち向かうため再び影に変身し姿を消す。サイラックスはサブゼロにカーンを破壊する命令をプログラミングされ、攻撃は成功する。その後サイラックスは機能障害を起こしてしまい、広大な砂漠の中をさまようことになる。セクターはサブゼロを抹殺した後、カーンの軍がリンクウェイの脅威になると信じて反撃する。セクターはその後自爆する。その爆発は人間界と外界をつなぐ門を閉じ、人間界に平和をもたらす。ナイトウルフは他の人間界の戦士たちと協力し、カーンの侵略を防ぎ勝利を収める。その後アメリカ原住民の土地を回復し、人間界の偉大な指導者に成長する。シーバの一族はカーンに狙われていた。人間界でこの事実を知ると、シーバは主人に反旗を翻す。その後シーバはモタロウを倒す。この騒動の中でカーンも倒れ、彼女は人間界と外界を救う。白蓮島統合という計画をカーンの侵略により断念せざるを得なかったクンラオは、リュウ・カンと共にカーンと戦う。少林寺の術を駆使したクンラオはついにはカーンとの戦いに勝利するが、その後絶命。魂だけが生き残る。カバルは人間界の戦士と共にモタロとカーンを倒し、自分が選ばれた者の一人であることを知る。カバルはカノーと共に黒竜島の一員だったこともあったが、今や命を懸けて正義のため戦うことを誓う。スモークはかつてサブゼロの友人であったが、魔の手により殺人サイボーグに改造されてしまった。魂が蘇ったスモークはカーンを倒す。しかし彼の魂は人工的な体の中に封印される。優秀な戦士よ、神たちは今君の世界に降り立ち、君に永遠の力を授ける。